どうも、ハイチーです。今回はですね、第2回になりますかね。本をちょっと一気に読んでいくという動画を撮っていこうと思います。ちょっと裏返っちゃったね。で、今回読む本はこちらです。ちょっと光の反射で見にくいかもしれない。ちょっと出しておきますね、どっちかに。角川さんから出てるですね、岩野響さんという方が書いた、15歳のコーヒー屋さん、発達障害の僕ができることから僕にしかできないことへと。いう本を読んでいきますので、最後にね、読んだ感想を話します。よかったら最後までお付き合いください。はい、ということで読み終わりました。ちょっと見にくいですけど、約でも1時間ぐらいですかね。結構サクッと、はい、読むことができました。なんかね、あんまお見せするとちょっと良くないので、そんなにがっつり見せられないんですけど、結構こう行間が広いんですよ。で、1ページの文字数が多くないので、学生とか、あとはまあ大人の方でもね、まあ、自分もそうですけど、あまり本をそんなに頻繁に読まない方とかでも、活字がね苦手な方とかでもかなり読みやすいのかなというふうには思います。ではここからですね、素直なちょっと感想を言っていこうと思います。まずこの本を見つけたのは本当はたまたまでして、本屋に違う本を買いに行ったんですね。で、その本も買ってきたんですけど、その時にたまたま、その書店さんが、まあ、押してたというか見やすいところに置いてあって、で、なんだろうって言って、手に取って、で、自分よくこの書いてる人のこうなんだろうプロフィールみたいなのを読むんですけど、そしたらまあ15歳の子で、しかも同じ群馬県なんですよね。そうで、興味を持って、中を特に見ずに、買ってみました。で、まあ、ざっくり言うと、まあ、15歳の、ね、男の子が自分で、まあ、焙煎師ですね、コーヒーの焙煎師になって、店をオープンするまでの、それまでの、親子の葛藤とかを、まあ、いろいろ書いてる。で、さっき読みやすいのは、まあ、活字のね、その行間とかの話もしたんですけど、その響くん本人とお母様お父様と3人の視点で書いてあります。これは響くんが自分で書いたもの、次お母さんの言葉で書いたもの、お父さんの方で書いたものがずっとこう続いていくので、こう視点が変わるんですごく入りやすいというか読みやすいものになってます。で、ちょっとね、前置き長くなりましたけど、感想としてまず読んでよかったかと思うので読んでよかったです。素直にそう思います。で、学生、なんかこのシリーズはですね、一応学生の子が読書感想文とかに参考になったらいいなって、まだ先の話ですけどね、っていうのもちょっと思っていて、中高生、高校生であれば多分読みやすいと思います。で、中学生だと、入り込みにくいかな、方も多いと思います。入り込める方の方が少ないかもしれないです。でも、個人的には読んでほしいと思う。ものですね。まあ、響くんご本人もそうですけど、お父様お母様の本当素直な、経験談と素直な気持ちが描かれたものなので、自分はすごく入り込みやすいというか、読みやすかったですね。ただ、色眼鏡がある状態で読むと非常にこれは、最後まで読みにくいのかなとは思います。どういうことかというと、ちょっと特殊な事例ではあると思うんですね。まず、あまりネタバレはまずいですけど、お母様がまず若い時に、21歳の時かな、に響くんを産んでると。だから若いお母さんっていう状態とか、あとお父様はもともとお仕事されてたんですけど、会社を辞めて、今自営業で、お母さんも一緒なんですけど、自営業をされてる。だから、自分もそうですけど、子供と接する時間が多いんですよね。そう、っていう選択肢を取ってる。で、響くん本人も、まあ、学校って馴染めなくって、高校進学せずに、自分の興味あることを見つけて、今、ね、店をオープンしてる。で、まあ、メディアにも取り上げてもらってるらしいので、まあ、成功してるっていう、まあ、一個の成功体験っていうか、まあ、過程ですけどね。うん、でも、その成功体験なので、例えば、同じような悩みというか、もちろんね、そのこれアスペルガー症候群の、ね、話なんですけど、
その発達障害とかのご家族がいたりとか、そうじゃなくて違うことで学校のことで悩んだりした場合でも、例えばうちはこうじゃないからとか、うち例えば自分はこういう才能はないからとか、そういうふうに自分はこうじゃないからこの人では特別なんだよねっていう色眼鏡を持った状態で読んでしまうと、あまり得るものがないのかなと。その部分を外して素直に受け止める、こういうふうになる可能性もあるんだっていうところができれば、自分は背中を押してもらえる作品なんじゃないか、作品っていうか一個の書物なんじゃないかなというふうに感じました。全然関係ないですけどね、これ同じ群馬なんでね、ちょっと一回お会いしたいなってすごく思いましたね。多分じゃ俺は妹が障害者なので、アスペルガーじゃないですけど、ね、知的障害で喋ったりすることも全くできないんですよ、うちの妹は。そうなので だからってわけじゃないですけど、あとは、この響くん本人もそうですけど、お父さんと話がしたいなって思います。お父さんの苦悩というか書いてあったこと、まあ、お母さんもそうですけど、こうやっぱり自分も子供がいるので、なんかいろいろねその部分で感じるというか、ちょっとこうグッとくる感じ、なんか締め付けられる感じのものとかも感じましたけど、でも中高生に勧めるんであれば勧めたいですね。読んでほしいですけど、読んでえって思う方も多いと思います、中高生だと。でもちょっとね書店とかで中身見てもらって、あ、読んでみようかなって思ったら、ぜひ読んでいただけるといいのかなと思う作品でした。はい、活字の量からしたらね、かなりサクッと見やすいとは思いますので、よかったら、まあなんだろうな、読書感想文はまだ先ですけど、読書感想文の時の選択肢の一つだとか、あとは普段でもね本を読まれる方、興味ある方はぜひ読んでみてください。はい、ということでね、今回はこんな感じでちょっとダラダラと喋らせていただきましたが、最後までご視聴いただきありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。今表示されている関連動画や再生リストの方から他の勉強動画とか、テーマを決めて喋った動画に飛ぶことができますので、よかったらそちらも見てみてください。またチャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。